スです。こんにちは。ちょっと今日はねマジで特別なスペシャルゲストの方にお越しいただきました。お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。コスプレイヤーのえなこです。お願いします。近いありがとうございます。コスプレイヤーということで、はい、なんかもう最初からノリノリで来ていいですかって言われて、はい、いやおお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 確か、私カッツーさんの動画のたこ焼きの動画をすごい見てて、はい、で私たこ焼き自分で家でもやるんですけど、はい、すごいリスペクトしてるんですよ。ああそうそうそうっていう話をしました。あそうそうそうでしてくれて、なんかなんで出してくれないんですかって言われて、うん、あそういえば最近たこ焼きネタ封じてたけど、あもうやるしかないだろうっつって、もう今日はもうねたこ焼き焼かなきゃいけないなということで、はい、なのでなんとか名店ですね。ん？うん。ルシュルシュルシュ。じゃあ作りましょう。楽しみなんだ、はい、すごい嬉しくて、それまで面識なかったですけど、なんかずっとインスタとかツイッターフォローしてくれてて、しかもこのたこ焼き器、私の家のやつと一緒ですよ。いやそうですよね、はい、スーパーエンタコ2、あ、嘘、エチ2つあるんですけど、はい、スーパーエンタコですよね。はい、たこ焼きとか焼くんですか？そうですね、結構お家に友達が遊びに来るんで、はい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 、たこパとかやるんですけど、なかなかいいやつに出会えなくて、これで多分5、6代目くらい。そんな買ったんですか？はい、もうやっといいやつに巡り会えたって感じ。ああ、さすが僕ですね。なんか結構ノリいいですか、もしかして？いやどうでしょう、わかんないけど、はい、すごいなんか、おおすごい初対面からいいですね。はい、さすが文部科学省。はい、じゃあ作ってきます。はい、行きましょう。福岡ですもんね。でも出身は名古屋ですもんね。名古屋です。はい、どこですか？名古屋の、はい、実家バレるじゃないですか。あはははは、どこやちょっと名古屋市内なんで。ああそうなんですね。はい、栄行きましたよ、前。おー、どうでした？なんか都内より結構騒いでません？若い人がイエーイみたいな。そう、あそこが一番なんかこう、はい、若者が集まる街なんで。ですよね。はい、買い物とかも全部そこでしてました。あ、本当そうですか。え、状況、僕も間もなく3年です。あ、私の方が先輩かも。あ、そうですね。はい、え、教えて。ご出身どこでしたっけ？出身仙台です。やべて、お湯でイチゴ飲みしちゃった。仙台のどこですか？仙台の、仙台市泉区です。あ、行ってる。あ、そうだ、泉区北中山2丁目。あ、そうそう。だったら牛タンがってよく言われますよね。あ、そうですね。え、仙台行ったことあります？仕事で2、3回行ったことあります。へえ、食べました？毎回牛タン。あ、毎回行ってますね。なんかお店のだったり、お土産で買ったりとか。あ、衛生的ですね。はい、おー、いいこの、え、これメイドさんの、はい、メイドさんの手洗い。じゃあ、まあまあ、そうですね。あ、そうですね。あ、ティッシュで、あ、ティッシュ、はい、ティッシュ。ロカロ、はい。あ、これあれじゃないですか？え、日本年金機構です。めっちゃ高い。これちゃんと払ってます？ギリ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 、いや、払いすぎて勘付されました。あ、ね、逆にあんたやめてくださいっつってそう、何言ってんですかって言われて、あ、こっちで、あ、いちごどうぞ。あ、一個、お口直しでいい。ボールを、うん、ボール、あ、ボールどこだ？あ、あった。はい、俺も食べよう。最近いちごにハマってて、1日1箱食べないと決まんないんですよ。あー、でもわかりますよ、春ですもんね。うん、そうですよね、今もう、うん、あ、もう、コナン、コナンどこですか？さっき、えなこさんのために買いました。まあ、生産者の顔です。うん、ちょっと待ちよ。あ、開けますね、これ。はい、あ、協力的ですね、すごい。ちょっと家でもやってるんで。でも今日はカツーさんに作っていただけるってことで、うん、すっごい楽しみにしてたんです。あ、本当ですか？一緒に作りましょう、頑張って。はい、あ、いい、ビシビシ。で、最初は、はい、粉は多めの方がひっくり返しやすいんですもんね。あ、そうですね。でも、じゃあそれでいい。もう、か、かん、かんで、二人で、おいしい、おいしい、おにょ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 。これ、粉先の方がいいですか？あ、卵、あ、そっか。え、粉先ですか？そう、卵。もう全部でいいか。あ、もう、切れ、切れ、切れ、あ、よしよしよし。よしよしよし。おー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 めっちゃいい感じです。多めではあったんですか？これを先に、はい、じゃあ1個ずつ。あ、さすが。何バイトしました？あ、え、ほんとも？ほんとまだ。え、これほんとま急ぎすぎて、おもちゃとわかってほんとま記述しないと。間違えた、まっちい、まっちい。ほんとま、ほんとま、ほんとまでもいけんじゃないですか？これ、
本当ですか。どうしましょう、これ。あ、じゃあ、あとでこれ洗って食べてください。あ、そうそう、はい、これ、はい、全部舐め回します。あ、はい、これ本当でしたっけ。あ、それ、あれ、なんだそれ。これなんだ。あ、これは、じゃあ、いきます。はい。おー、いいですね。卵なんで全然大丈夫です。あー、こう一点です。はい。お、あ、すごい、めっちゃ手際マジでいいですね。はい、ちょっと、おまけだね。もう、次もだいぶ慣れました。あ、でも慣れました、はい、ちょうどいい部品。じゃあ、これ、混ぜて。あ、はい、そっち、あ、そっちで。はい。よし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 。さすが。これ混ぜるときね、結構私、はい、粉がブワって飛んじゃったりするんで、はいはいはい、すごい慎重に混ぜてます。今、粉って言いましたけど、名古屋弁ですか、それ。え、粉です。粉って僕は言います。粉。粉。お、え、たこ焼きの粉。え、ですよね、多分インドネーションが違いますね。嘘ー、分かんなかった。すごい、名古屋の名古屋弁のなんだっけな、なんか言ってました前。なんダギャーとか。そうですか。すごい、アニメみたいな。いや、それは実は言わなくて、うん、私とかそういう世代の人と、おじいちゃんとかひいおじいちゃんが言ってるんですよ。あ、自分たちもダッチャって言うんですよ。ダッチャ。あ、でもダッチャはおじいちゃんたちが言うみたいな。いや、そうですよね、はい、ただイントネーション結構大阪に、関西に近いんで、名古屋って。あ、そっか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 。違ったりするんですよね。え、何部地方ですか。何部。あれ、あれ、あ、プルプルジャン、プルプルプルジャン、あ、ちょっと水が、お水入れないと、大きい容器で、あ、大きい容器に入れます。水、はい。これ、でも水入れたらちょうどいいです。でもコナンが多い方がいいって言ってましたもんね。コナンが多い方がいい。コナン。テレテレ、テレテレ、あ、はい。あ、にょ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 、あ、やばい、あ、本当に、はい、こんな適当にやって、で、大丈夫ですか。いやいや、いつも、全然うまくいかない。だってえなこさんが絶対なんか会えないと思ってたんですよ、もともと。え、なんですか。いや、もう たまたま会った時にそんなちゃんと動画を見たことがあるって言われて、もう湧き出ましたよ、頭が。これがどんなのって、もう一回使えばカッツーさんじゃないですか。あー、そうですね。だから最近たこ焼きのネタ出したら、もう一回出さなきゃいけないなと思って。嬉しい、うん、たこ焼き作っていただいて。はい、しかも今のところ9割ぐらいえなこさんがやってくれてる。いや、こんなアクティブな来客初めてです。本当に、うん、すごい嬉しいです、めっちゃ。はい、粉はこれで完成ですか。あ、粉はこれで完成やで。 あと、はい、トレーニングしてるんですか。いや、週1。あ、すごい、うん、そういうのあったりするんですか。いや、私はもうジムとかも全然行ってないし、何もしてないです、うん、なのにそんな、いい感じな。あ、いい感じ。だって、撮影が多いとか言ってましたもんね。あ、そうです。グラビアもやってるし、コスプレもやってるし、うん、結構いろんなことやってます。なんか、去年の末に行こうと思ったんですよ、コミケ。あ、気になってたんですけど、はい、なんか雲ができるみたいな。あー、ね、人がいっぱい。それもなんか楽しそうだし、行ってみたいなと思って、ちょっと普通に自分と書いてたんですけど、うん、そう、なんかそういうのあるなと思って。もうぜひ、じゃあ今年行きましょうよ。あ、本当ですか。あ、じゃあ二人で行ってみたかったですね。二人で行く。これに入れますね。はい、あれあります。あるんですよ、それは。あ、一緒のやつ、ほぼ一緒のやつ。あ、ほんですか。ほぼ、これ角度大丈夫ですか。サインシーター、サインシーター。これどうやっていつも入れてます。え、もう勘ですね。じゃあ、はい、あ、じゃあ持ちますよ、私。 ありがとうございます。いきます。たっ、よし。お、へぇ。はい、お願いします。家庭的って言われますか。いや、全然。あ、そっか。タコパーだけはすごい私好きで、プロタコパー。はい、もう今日タコパーがね、カッツーさんとできるから、うん、張り切ってますね、今。あ、そういえば具材ですよ、具材です。僕、普通に入れたことないんですけど、はい、なんかこういう牛タンあるじゃないですか。なんか入れてみたらどんなのかなと思って。確かに。ちょっと入れてみていいですか。楽しそう。食感が美味しそう。うん、よし、わかります。すごい、うん、広告挿入する時間です。あ、たた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 たいやいやいや、こんな明るくしても僕のカラーコードがずっとエフェ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 違いすぎです、めっちゃ白いですね。いや、そんな全然違うっすよ。本当だ。はい、あ、大丈夫ですか。あ、全然。あ、なんか、待って、なんかグラグラ。あ、元々、これなんか使いすぎてグラ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 
本当だね。尿尿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 尿いい感じです、こんにちは、ちょんとおおわあ早く焼けそうですね、なんかはい入温バッチリじゃあ一回タコをはい、タコを僕もじゃあおお、なんかいいですね手が可愛らしい。いやでも手ちっちゃいんですよ私。だから手なんか小柄って感じで、はい、いいですね。あじゃあタコ余ってるんでこっち二つお願いします。はい。あはい。じゃあ天かすをもうバーって一回入れるんですか。あはいバーって。あじゃあネギを。はい。入れば入れるほどもちもち。はい。おお、一つ一つの仕草がなんか萌えですね。今視聴者が喜んでます。本当に。あと僕も。そんな感じ。はい、あもう上手です。僕より上手です。僕一回も上手って言われたことないから。じゃ。紅生姜。紅生姜味。たこ焼きって普段何で食べてますか。はい、箸で。ん？あ、ソースとかつけてますか。あ、つけてます。あ、そうなんだ。はい、ソースだけに。何？結構もそもそも生地に結構多めに出汁を入れて、そのまま何もつけずに、あと塩とかで食べてます。ああ、すごい。あ、本場の食べ方というか、そうか。あ、出汁あんま入ってないから今日。あのまそのまま食べると美味しいって言いますよね。ねえ、だから、うん、結構出汁を多めに入れるようにしてて最近。これやっぱちょっと少なめですよね。何も入ってない。いやでも、うん、紅生姜私入れてなかったんで。今日は家のたこ焼きとは違うたこ焼きを。はいはい。色鮮やかで。名古屋銀だことか食べられたことあります？あ、銀だこ食べますよ。東京ってありましたっけ？あ、結構あります。そうなんだ。だから酒場もありますよね。ちょっと背に沿って。あらららら、かわいい。おー、私大阪結構行くんですけど、はい、花高とか聞いたことないですか。あー、名前なんだっけ、あの道頓堀の方にあるなんか、はい、カブッチじゃないけど、はい、ドラッグストアみたいなところがここにあるような。有名なとこ。何が大きいですか。あの天かす香りとか。あ、天かすも多いし、はい、サイズもデカめだった気がする。角じゃなく橋渡って左側にある方。へ、はい、なんだろう橋。携帯持ってきます。あ、そうそう、あの天かす多いとこですよね多分。18だ。うん、はい、が好き。おお。早っ。いや、早いっすか。しかも箸で出てきてるってすごくないですか。あ、無課金なんで。ちゃんと丸まってる、うまい。おお、なんか、たこ焼き焼いてるみたいですね。うんうんうん。にょ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 。うん、猫さんが映ってればいいです。僕らが、なくて。いらないね。あ、いいっすか、じゃあ、ここ。ここちょっと端っこの方開示するんで。そうですね。あ、そっか、さすがスーパーエンタコ所有者。そう、角はね、いつもなんかちょっとね、焼けづらいんで、ね、ここら辺が焼けたらこれクッキーやってます。ああ、はい、あのお引越し、うん、お引越しでもすごい。あれ、どうする。具がいっぱいだから。あ、そうです。具がいっぱいだと難しいですね。全然メイド服しかズームしなかった。これ画像見てる。早く映してくださいよ。全然映して。あ、上手じゃないですか、結構。嬉しい。いや、さすが。うん。え、そんなスムースで返せる女性初めて見ましたね。あれ早い。あり、なし。え、なんで知ってるんですか。なし、あり。いや、普通に回ってきました。
嬉しい、うん、なんかいい曲だなと思って。そうの初めて私がこうアニソンを担当させていただいた曲で、はい、しかも自分も歌ってますよね。歌ってます。あれピーマラソンママの声じゃなくねと思ったら、あれ歌ってんじゃんと思って。そう、2人で歌って、うまいと思ってあのぜひ買ってください完成みたいなので、まだか、もうちょっと。そうですね、半分、あの半面焼いて、うんうん、だしって、あのなんか粉のだしですか？いや、白だしとか、あ、いろんなもの使ってます。あんま粉使わないかも。まあなんかそれを一回、それこそヒカキンさんの動画で初めてって言っていいぐらいだし初めていたんですよ。はい。あの全然めっちゃしょっぱかったっていう、だし取りすぎてそうやべえってなって。確かに難しいですよね、あの、うん、味見もできないし。うん、そうそうそう、銀だこは銀だこで、なんか多分特製のやつがあるんですけど全然わかんないから。え、レシピわかんないんですか？わかんないです、なんかもう、もう何が起きたかわかんないから企業秘密だなと思って僕は勝手に入れたらめっちゃしょっぱくなってそう、たまに銀だこへの熱い風評被害でも、1日1通ぐらいは銀だこ行きましたって写真、動画、DM 来るんですね。だから、ああ、ちょっと売り上げてるなと思って、うん、ちょっと宣伝になってるそう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 。じゃ行きますね。あ、はい、この声でもっと前入れた方がいいですか？はい、お願いします。はい、はい、いやうまい、もうめっちゃ丸くなってる。いやー、ほんとプロギネガなんでほんとプロギネガ。え、元何プレゼンでしたか？元何番でしたか？例えば元プロコンビニナーだったのか、はい、私元メイドカフェ。あ、元メイドキャリアです。はい、いつもその短期間ですけど。あ、本当ですか？はい、あの、美味しくなりました？美味しくなってましたね。あ、萌え萌え。はい、へー。コスプレイヤーになって一回メイドさんになって、うん、またコスプレイヤーになって今たこ焼き焼いてます。あー、ぐるぐるぐるあー、ゴローイゴローイゴロロイゴロイ。にょ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 にはい、一番熱そうにしてる。すごいスタンドみたいになってる。はい、これ。いや、少ない。いや、全然熱いです。レベルですか？いや、ちょっと少なめぐらいかもしれない。おひねみたいなのがついてますね。しおれてきてる。どっちだ？なんか分かりづらい。分かりづらい。難しいですね。うん。ね。うん？サクサクって。サクサク。よし、これで。わあ、美味しそう。うんうんうん。あ、青のり、ちょっとどうですか？あ、大丈夫です。ですか？あのあれを。ありがとうございます。猫舌でもない。猫舌かもしれない。わあ、キャラになってますね。はい。いい、ありがとうございます。いいキャラだ。手際がいい。早い。あ、お水。ラベルを。あ、全然スポンサードバイ俺なんで。あ、ありがとうございます。つけていただいて。ね。Yes。これレンズに油ついてるから大丈夫ですか？いやいや、ダメです。いつも油つきすぎるんですよ。いただきます。はい、いただきます。うん、え？じゃあ。あ、ああ、いけ、あれ。はい、はい、半分に切りますね、これ、はい、ガチで食べれないんで。ああ、なんか猫舌なんで。本当にガチじゃないですか。本当に、うん、ちょっと後で確認してみれますか。あ、グリッですね。うん、もうどうですか？あ、なんか
ちょっと私も、うん、多分これ、うん、Let's go。 うん、カリッてしてるたこ焼き久しぶりに食べました。あ、本当ですか。うん、よかったよかった。本当にいっぱいずっと食べてる。本当に僕が水持ってくる間ずっと食べてる。よし、うん、よかった、美味しい。いや、私も作るとき最後油入れようかな。うん、美味しい。今後はそういうこれに加えて出汁とかも改良していきたいんですけどね。うん、何なんだろう、白出汁？白出汁とか、うん、基本液体の出汁使ってて、はい、私も何回かその薄かったり濃かったりで失敗して、うん、それこそ1週間毎日たこ焼き作ってた日もあったんで、それくらい結構やっぱ量って調整してましたね。こっちで。効果音入れてます。セルフ効果音。どこ？ここにソースが。え？じゃ分かんない。どうかどうか迷ったんですけど。ああ。あれ出んの早っ。今ティッシュ出すのめっちゃ早い。今メイドですよね。メイドです。はい。だからああれ声声楽とかやってます？声楽なんか声楽なんか声優じゃないけどこうアニメ声みたいな。ああ、うん、声優の学校ってこと。ああそう、あの声劇か、声劇みたいな。だから声優みたいな力。やってないです。え？じゃあもう地声でそれなんですか。あ、そうなんですよ。ちょっとなんか芯がないような。いやいや芯がないっていうか聞き取りづらい。聞き取りやすいですね、すごい。え、本当ですか。うん、うん、嬉しい。さってこう突き抜ける感じで、うんうん、明るい声ですよね。嬉しい。でも最近その声優のお仕事も始めたんで嬉しいです。へえ、本当にハキハキ聞こえます。自分はリョリョリョみたいな感じで。声っていうか、そう声でかいのに何言ってるか分かんないのが一番やばいです。確かに。そう声はでかいって言われるんですけどね。確かに。宮城のかまぼことかも売ってるところなんですけど、うんうん、いいですね。有名なんですか。そうです、金崎は。うん、笹かまは笹かまで売ってるんですよね。笹かま食べたことあります？仙台。あります。うんうん、美味しい、美味しい。うん、美味しい、美味しい。下がめっちゃでかいんですよね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。握力2とか。あ、40。あ、40？ 40なんですか。はい、すいません。でーんって40。女子で40ってあれ体力テスト10点ですよね。この握力で、うん、私剣道もやってたんで。うん、お手。意外ですよね、うん、見えないってよく言われる。あの、強いて言えばテニス。あ、めっちゃ上手いこれ。なんでだろう、なんかちょっとほがらかな感じっていうのか、うん、多分そこが。でも黒くないっていうか日焼けした形跡もなさそうだから。うん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 、日焼けしてないですよね。そうですね、あんまりもうオタクになってからはもうイン、うん、アウト、ん？イン、インドアになったんで。うんうんうん、インアウトとめっちゃ出入りしましたけれど。そうでもカッツーさんも家出ないですよね。そうです、家出ないのに来るんですよ。でも女性陣にやっぱ言われるのは、はい、あのマジ日焼け止め塗れみたいな。あ、でも私も日焼け止めなんかベタベタするじゃないですか。あれがすごい嫌なんで塗ってないんですよ。え、そうなんですか。塗ってないのにそんな白いですか。だからまあ夏はちょっと焼けるけど、うんうん、でも冬で戻るみたいな感じ。え、羨ましいなぁ。だからやっぱ最近男性は白い方が結構テレビでも人気じゃないですか、うん、多いですね。頑張んなきゃと思った。全然あの、え、でもちょっと焼けてる方がかっこよくないですか。本当ですか、うん、あの白玉天敵とかいらないですか。全然そのままでいいと思います。ああ、そうそう、よし。じゃあそれじゃなくて、じゃあもっとガタイよくして、うん、ガタイ良すぎないぐらいで。うん、細マッチョ今流行ってますもん。ああ、そうね。時代来たなと思って。うんうん、ああ、来てないですか。はいはいはい。大大素材なので宮城の名物食べてもらいたいなと思って、こちら呪術廻戦見ましたか。見ました。大丈夫、僕最強だから。あ、最初のあのアニメでなんか買ってきてくれたり。そうあの、スクナにこれよみたいな。あ、スクナだっけ。あ、そう、なんか誰かに渡してた。そう皮膚のずんだ生クリーム味。すごい、はい、嬉しいですねこれ、はい、ちょっと思ったより凍りすぎてちょっとやばい、ガチガチになってるマジで。ほらやばい、スクナの指ぐらいになってる。ちょっと待って、ちょっとほら、軽いです。買ってそう、いや、これたまたまあって、これ、うん、しかもあのいっぱい味があるんですけど、はい、ずんだだったんですよ。へー、ちゃんと
着服。ただ、本当に硬い。あ、48時間以内にお召し上がりください。冷凍でした。冷凍、冷蔵。あ、ずんだシェイクとか分かりますか。はい。そういうのも結構多分やってらっしゃる感じですかね。顔ちっちゃいですね。今さら、なんかカメラみたいな、なお思った。あれ、なんだろう。うん。いや、顔もどうですよ。うん。あ、うん。お。これがずんだ。うん。あ、生クリームでも溶けてないから確かに、これなんだろう、うん、なんか生クリームってデカクリームだよまあ、枝豆ですね、うん、うん、実は私も、うん、最近カレンダー発売して、え、あの、よかったらカッツーさんに、うん、って思って、あの、持ってこようとしたら忘れました。忘れたか、俺やば、途中から分かってましただって、それなさそうだったからはい、ありがとうございました。ありがとうございました、お疲れ様です。ありがとうございました。今日ははるばる東京から東京へ、うん、都内移動です。あ、そこそこそこ。今後ももしかしたらね、お仕事とかも一緒になることとかもあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、また何じゃんけんなのか何鬼ごっこか分からないですけどもまあなんかぜひ仲良くしてください。あ、もうぜひまた YouTube 呼んでください。あ、本当ですか、うん、あの、いい感じの企画じゃあ、うん、でもこれ相変わらずたこ焼きなんで、まだいい感じにえってなったら呼びます。わ、うん、かりました。はい、じゃあさよなら、うん、俺です。